ポルトビエホ、正式名称サングレゴリオでポルトビエホは、エクアドル北西部のマナビ県の県と、2010年の人口は20万6682人で、同国8位。太平洋から約30キロメートル離れている。この地域で育つ、王のタマリンドの木で有名。ポルトビエホ川地域の政治、経済の中心地。1980年代、90年代には、 経済危機に見舞われ、現在も深刻な予算不足と高い失業率に悩んでいる。建設は1535年で、同国最古の都市の一つである。1535年3月12日、スペインのフランシスコ・パチェコ船長によって、ビジャヌエバデスサン・グレゴリオ・デ・ポルトビエホとして建設された。1903年7月19日、偉大な詩人のビセンテア・アマドル・フロルが誕生した。 1990年5月24日、後にミスエクアドル2000を受賞するサンドラ・ビンセスが誕生した。2016年4月16日から17日、エクアドル地震が発生し、マナビ県は最大の被害を受けた。数百人が死亡し、多くの建物が崩壊した。ウィキメディア・コモンズにはポルトビエホに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。